じゃあ、マサヨシ、はい、ギルアレは私のもの、アナセも私のもの、イフライムもまた私の頭の兜、うん、ユダは私の杖。はい、オッケー。はい、杖について学びます。はい、杖、ユダの杖って言いましたね。杖っていうのは権威の象徴です。力の象徴です。ね、右の手って右って出たら選手で、右の手って言ったら力の象徴、権威の象徴と同じように杖が出てきたら力の象徴なんです、うん、いいですか。ですからモーセは何をあげたら海が割れたんですか。杖でしょ。モーセが一生懸命祈ったから、あ、もちろん祈ったけどもね、命令に従ったから海が割れたんですよ。あれ、あなたは杖を上に上げろってイエス様は神様に言われました。そしてモーセは杖を上げました。ただそれだけです。これは権威に従って、権威の象徴であるその杖を上げたから言うことを素直に、モーセはイエス様の方だって言われてるでしょ。イエス様の余計だ、要するに人生を象徴する 人物だと言われてるんだけども、どこがって言ったら神様に言われていることを従ったからですよ。どうでしょう。岩に命じろって言ったら、岩に命じたら水が出てきたんでしょ。泉が出てきた、イエス様の泉が出てきたんでしょ。私たちはその権威に従うときに、モーセのようにね、海が割れる、奇跡が分かる、起こるんでしょ。この間も、ライフチェンジというね、ミニストリーの中で、やっぱりその霊的な戦いの中にあるときには、もう来れなくなる人がたくさん増えてくる。あるいはもう途中でこの学びがきつくなってきて、もう自分の心がバシバシこう下げられるから。で、私は代表して祈ってくださいと、祈りますよって、祈りますって。あなたに従う者は海を割ります。ね、あなたに従う者は岩から水を出します。ね、あなたに従うからです。私は心をね、皆さんの心を一つにして地上で祈りました。地上で心を一つにして祈るならば、ね、そのことを父が叶えてくださると、イエス様が約束してくださったので、そのことを信じますって言ったら、その日、来ないって言ってた人が3人来ましたよね。御言葉によって祈る。僕たちはこの敬意に従って、その根拠を聖書から出して祈る。そしたら起こるんですよ、そのことがね。はい、そして、あのアークあるでしょ。アークっていうのはその契約の箱を棒に通して担いで運んだ幕屋を転々として荒野40年神の臨在を運んだわけですよ。神様ご自身を運んだと言ってもいい。そのアークの中に入っていたのは何ですかっていう話。アロンの杖、権威の象徴、選びの象徴、ね、いろんな住民部族の、ね、長老の杖持ってこい、ね、神様が選んだの誰だってもう言った時に、アロンの杖だけは芽が吹いたんだよ。アーモンド の実がなったんじゃない、花が咲いたって。実がなってなかったね、食べたいけど。ね、それはアロンを選んだのよ。アロンに従う者の祝福もあるわけですよ、ね、で、アロンがどんな人物だったかってことをちょっと皆さん思い出してほしいの。どれだけひどいやつか。モーセが40日40夜神様のためにね、あ、神のためにね、飲まず食わず断食して祈ってるさなか、断食騒ぎ、要するに乱行パーティーさせて、ね、金銀持ってこいって言って、そして金の子牛作って、うん、で、モーセがお前何やってんだったら勝手にできたんだって嘘ついたんだよ。知ってる？そんな人だよ。だけど、モーセ、アロンに対する神様は選びは変わらない。これが証明と賜物は変わらないってことなんです、うんうん、そんなリーダーでも私たちは従わなきゃいけないんですよ、うん、これがこの杖ね、杖で私たちが学べることなんですけども、はい、じゃあミカの7章を見てみましょう。
ミカの7章14節。あれ、はい、皆さん開いたら読みます。教会の聖書だったら1527ページですね。小予言書と呼ばれているものはね、短いしね、探すのは、ね、大変なんですね、最初ね。比較的長いホセアとか、ゼカリアは探しやすいんですけどね。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さんでいきましょう。3、はい。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。はい、ここでいいでしょう。はい、あなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。杖というのはね、神様の権威の象徴なんですよね。この杖学びましたよね。ですから、エステル記読んだこと皆さんあります。まあ森さんはちょっとねまだでしょうけど、エステル記皆さん知ってますでしょ、ね、エステル記はこう尺があるでしょ。尺、あれはね一緒らしいですよ。杖と尺っていうのは、その言葉は同じらしいんですね。で、この尺に触れたものが好意を受けるでしょ。エステルも王様だって、ね、王様は異邦人ですよ。異邦人の王様の尺をね、触ったら好意を得る。要するに、エステルは喋ることができたわけ。ね、この杖に